王族の本拠地に男性陣で向かっています。4人もいれば5分で終わることでしょう。は、わかりました、行きますよ。今だ突撃メトクマーわーと無事制圧完了しました。ゾンビだーいやーいやー。はい、どもども今回は溶岩を集めるために全員でネザーに乗り込もうと思います。このアドオン導入してからネザーに行ったことないのでちょっとワクワクしてたり、ただホームページ見てもどこにもネザーの情報がないんですよね。ちょっと怖くないですか？まあ実際に行けばわかりますよ。どうでもいいけど地味に近づいてくるのやめてくれません？しまった、久々にナーさんの素顔見たからつい。絵面が完全に JK ナンパしてるおっさんですよ。それでは天下よし、準備が整ったところでいざ地獄へ出発だー。ゴー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 。果たして何人生き残れるのでしょうね。また生きて会いましょうね。え、ネザーいけなくない？そもそもこの世界にネザーという概念が存在しないんじゃ。え、何地獄の門閉門しちゃいました？いや俺とリアンさん来れましたよ。おそらく時間が解決してくれるかと。あーなんだよかった。それじゃ二人で先に探索しててくださいな。了解です。え、ちょっとメトさんあれなんですかね。え、何かありましたか？は、やばい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 。メトさんこっちです、早く逃げてください。無理だ、上から降ってきやがる。うわリアンさん後ろ後ろ後ろ。いやおい待て、向こうで何が起きてんだ。メトさん向こうで何があったの？逃げるべきだ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 。エヴァに乗らない世界線の信じかよ。こんな親不孝な自分でごめんなさい。ねえ本当に向こうで何があったの？あ、私行けたのでメトさんの敵撃ってきますね。うん、死んでないけどね。ライさーん。仲間が次々とやられていくんですけど。いやもう下手なホラー番組より怖いんですけど、ほんと何があったんだ。あ、私も行けそうだから行ってくるね。七門さん背後に気をつけてくださいね。いつからマイクラホラゲーになったん？さあライチさんの命とメトさんの心が失われた地にやってきましたけど、特に変わった様子はありませんね。一体誰にやられたん？うわぁ。おめぇバージョンアップしてから見なくなったと思ったらこんなとこにいたのか。それが普通にスポーンしてくるんですよ。そりゃあのクマの心も折れるわ。え？てか10発ぐらい撃たないと死なないんだけど。地獄じゃねえか。とりあえず壁だけでも作っておかないと。ネザゲにこいつら通らせたらそれこそあの村終わるぞ。せめてマグマ確保用のルートだけでも作っておきたいですね。まずまともに歩けるかどうか。は？でもあいつら倒すと霊の赤い玉落とすのはありがたいですね。それでゾンビになってルート確保した方がいいのでは？あのゾンビモードアイテム持てないので扱いが難しいんですよね。いやでも奴らをおびき寄せることはできるはずだ。俺がゾンビでギリギリまで近づいておびき寄せるからその間に。よせ、そんなことしたらメトクマが。あとは任せたぞ。やめろー。メトクマー。あれ普通のゾンビもいるじゃん。とまそれ俺。メトクマー。やべえ奴ら上から降ってきますよこれ。大丈夫だ、2対1ならゴリ押しで勝てますよ。うわー、何これ目潰された。七門さん何も言えないです。とにかく打ちまくれ死にてえのか。てなんで私落ちて、なんで剣が当たらねえんだこいつ。畜生お前ら全員地獄に落ちちまっ。うっぱい、一気にこっちになだれ込んできやがった。やめろ来るなー。もうやー。作戦変更。他のメンバーが襲われてる中ゾンビの私がルート探すことにしました。てかあいつらあそこで何してんだ。あ、もしかして下のピグリン要塞乗り込もうとしてます。敵モブ湧かない、今なら逆に要塞安全説を唱えてます。さては天才だな。確かにあの要塞からでも溶岩取れるし要塞いいかもですね。それじゃさっさと道つなげちゃいましょ。もうほんと心折れそうなんですけど、誰だよネザー行こうって言ったやつ。ちょっと誰が化けてるのか知らんけど畑荒らすのはやめてくださいよ。うわこいつ本物かよ、ややこしいわ。6度目の正直。正直ゾンビ化する必要全くないんだけど、これ以上死ぬとメンタル壊れそうなので許してください。本当に見分けつかないのでやめません。何を言う仲間ならこれぐらい見分けついて当然でしょう。あゾンビライチさん、今の七門さんですよ。え、いやまあ七門さんだって分かってましたけどね。そっちの方が傷つくわ。そういえばさっきからメトさん見かけないけどどこ行ったんだろう。ネザーにはいませんよ。上で村でも開拓してんのかな。おい待て、おめえ何してんだ。頼むもう我に関わらないでくれ。やべえ黒クマになっちゃった。ほらそんなとこいないでさっさとメトクマもうこうなれば最終手段使います。これだけは使いたくなかったけど仕方ないよね。一体何するつもりなんですか？もしかして禁断のクリエイティブ使うんじゃ。何も見なかった。いいね。なんなら編集でこの世界だとネザーに行けないってことにして。よっしゃカットだけは得意だから任せろ。こんなところ視聴者さんに見せられませんね。メトさん地獄の門は閉じたのでもう大丈夫ですよ。うるせえずっとここで握手会開いてんだい。刀振り回すなファン殺す気かおめえ。今日の晩ご飯は焼肉だー。ほらメトさん食われる前に出てきてください。メトさん。待って今俺誰殺しました？ご愁傷様です。お願い誰か助け。はーい。今までお世話になりました。
さて今回からいよいよ村開拓に手をつけていこうと思います。今作は建築担当の豚甲さんが不在なため、外見というよりも使いやすさを重視します。コメントでたくさんこんなの作ってほしいって来てましたよね。この拠点に絶対作りたいものがたくさんあったので時間かけながら作っていこうと思います。ほんとたくさんのコメントありがとうです。というわけで記念すべき1件目ができました。まあもう皆さんお分かりですよね。そうです、みんな大好き編集部屋です。もちろんテトさんとメトクマさんの部屋もあるので3人仲良く編集できますね。これバカらしいと思うけど実際結構役に立ってるんですよね。地味に前作のスカブロでそこそこ使いましたもんね。これを見てる実況者さんがいればぜひ参考にしてみてください。アドバイスとしては狭い方が落ち着きます。あとはこれを書いて完成ですね。ありがとうテトさん。いやいい加減看板の文字反映されないバグどうにか直してほしいですよね。入ったら10分編集括弧7問の場合12時間括弧閉じ。限度があるだろ、ふざけんなボケ。あ、そうそう、俺も自分の家できたのでぜひ見てください。あら、それじゃ早速見に行きましょうか。どうせろくなもんじゃないんだろうな。もうやだ、この人。どうです新デザイナーハウスは。デザイナーって言葉二度と使うな。え、しかも足みたいなの生えてんじゃん。何これほの？ちょっとふざけないでくださいよ。ああ。テトさんの頭の中どうなってるんでしょうね。あとはちょっと先の話になりますが武器庫を作ってみました。中は悪用されないよう頑丈にしてあります。内装は単純なものとなってしまったのですが、私自身まともに建築するの久々だったので許してください。ほんと今までの動画見るとろくなもん作ってないよね私。なんだよ JK の思い出ノートって。さていよいよこの時がやってまいりました。いよいよやるんですね。今回は全員参加型の PVP をやります。ただソロだとスペースが十分確保できてないのですぐ終わっちゃうわけですよ。なので今回はチーム戦で戦ってみたいと思います。チームの振り分けはどうします？適当にグッパーでいいでしょう。というわけでチームの振り分けはこうなりました。なかなかバランスの取れたチーム分けですので勝っても負けても文句なしですね。ただよくお湯ならし松屋と仲間が良かった。ルールは簡単的、チームを全員倒した方の勝ちです。全2試合開催します。持ち物はこんな感じ。剣は人間には禁止なので把握よろしくね。それじゃルール説明も終わったことなので早速始めていきましょうか。よっしゃ行くぞー。俺突っ込むので遠距離から狙撃お願いします。了解、遠距離から狙撃してます。向こうエペガチ勢が3人もいるから立ち回りに気をつけてね。うわ待って、テトさんが突っ込んできやがった。あのエペガチ勢容赦ねえな。ほんとやった、向こうのボスの首取りました。おめえ自分とこのボスをよくやれたな。でもこれで向こうの戦力半減がよくやった。よし、それじゃ私が一気に殲滅させてくるよ。アチェスト開いちゃった。いでででででででたんまたんまた。あらー。え、待って、うちのチームあとナーさんだけ？さすがに3対1は厳しいですって。ナーさんシールド、シールド。これエペじゃないんですよ。とここで試合終了。第1戦目の勝者は赤チーム。いやー、おじじさんとテトさんが強すぎましたね。えへへへへ。あんた真っ先に死んでたろ。それじゃ2戦目もちゃっちゃと行きましょうか。よし、今度は私たち慎重に行きましょう。相手が近づいてきたら一気に畳みかけるって作戦で、了解、今度こそ活躍してみせます。あの野郎回線落ちしやがった。いきなり大ピンチですね、どうしましょう。よし、私がモンスター飲んで特攻するので二人は遠距離で援護してください。グッドラック。オラ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 、私の速さについてきやがれ。うわ、向こうのチームオクタンがいます。はっはっはっは、後ろがガラ空きだぜお前ら。これ楽しい、次からオクタン使えてにしよう。親のオクタン逃がす。オッケー、ワンキル。このスピードについてこれるもんならついてきやがれば。か。ナーさん残り二人この家の後ろにいます。了解です。あ、おじじさんとリアンさん物陰で回復してるので今がチャンスです。オッケー、一気に叩き潰します。まずい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 。そこが。か。勝ちました。とここで試合終了。というわけで2戦目は黄色チームの勝ちでした。いや俺らのチームワーク最高でしたね。何言ってるんですか。それじゃあ今回はここまで。次回もまた見てね。